ーピーだって歌う、へこむ、寝る、叫ぶ、止まる、今日も平和で。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました。日常のラジオ東雲研究所編。東雲研究所にゆっこが、へえ、そうなんだ、あのゆっこが東雲研究所に変です。はい、博士役の今野ひろみです。はい、おゆこ役の本田真理子です。そして拾われてきた猫、坂本さん役の白石美です。一応言っときますか、せーの、なざめ。以上、この3人の番組を進行していきます。よろしくお願いします。あの、一応聞いていいですか。はい。これ、着地点どこですか。ちょっと待ってくださいよ。ないです。ないのね、なるほど。やってみたことあるわ。はいはい。どうしたの？これなんかすごい、うん、なんか嫌な感じな。いやいやいや、もう当番組のスタッフが気を利かせていつも文章を書いてくださってるね。書いてくれるの。そうそうそう。ダオニーはい。そうそうそう。ね。ね、いい感じじゃない。いい感じね。まあまあ、なんかあのいつもいつもね、同じ感じだとね、やっぱ飽きちゃうから、そう、ね、俺らこういう感じもいいんじゃないかなと。そう、テコ入れってやつですか。そうそうそう。いろんな有効を。なんでお前テコ入れなんですかって言いながら、なんちょっと涙目で驚くんだよ。テコ入れってことですか。そうだよ、いろんな有効をお届けするこの番組。はいはいはい。ゆっこ編。ゆっこ編でございます。ゆっこ編なんだ。そうなんです。そう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 。今までやってたんだ。あの、急にやってきたゆっこ編。なるほどね。はい。さて、そんな我々でございますが、はい、今日は実は、あの、あれなんですよね。そう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 。ちょっとね、ちょっと装いが違うんですよ。そうそうそう。あの、皆さんには全然伝わらないと思うんですけど。伝わらない番組、シノノム研究所編です。はい。はい、何が伝わらないかと申しますと、はい、現在ですね、今私の目の前にですね、高校生叫んでですね、時さだめ高校の制服を着た二人組がおります。高校生こんなさんがもう来たら来てたんです、うん、なんか僕が来たら二人がすでに制服を着てて、僕久しぶりに後ずさっちゃった無言でズズって下がっちゃってすごい顔してた、ね、何みたいな、何があったの、あれ今日取材の日みたいな完全にね、俺仕事だと思ってて、今日は何もないはずで来たはずだから、はいはいはい、あのでひげも生やしっぱな来たし、あのリラックスしてきたら何みたいな、びっくりしちゃって、私もあの、そうそう、来たらもう今野さんがあの着替えてるってなって、うん、まあまあ先輩が着替えてるってことはね、でそっとマリコをじっと見る、ああなるほど、今度はこちらを見ているどうしますかみたいなね、仲間になるみたいな着る着ないみたいな、そういう、なるほど、着まーすっていうことで、はい、なんかね、だって現場に来たら、うん、プレゼントですって言って紙袋が置いてあったの、はい、で今野様って書いてあるから何入ってんかなと思って見たら、うん、時さだのこう制服が入ってて、制服なぜって思ったんですが、うん、あ、せっかくなんで着る機会もないし、うん、じゃあ着ようと思って着替えちゃいました、うん、なるほどね、でマリコを待っていました仲間を待っていた、待っていた、そうそうそう、はい、来たと思って、ね、じっと見る、見つめられる、はい、まあ、残念ながら私は普通の格好なんですけれども、でも、でもちょっと私が用意していただいたのはですね、パーカーですね、これは、うん、ナノのネジのマークが入っているパーカーでございます、ね、うん、これはどうなんですかね、わかんないですけども、もしかしたらこれから出るのかもしれない ね、そしてもう一つ首に、これもわかんないですけど、うん、これはですね、もうすぐ発売、もう発売したのかな、坂本さんストラップですね、はい、これは超かわいいね、うん、坂本さんの尻尾の部分にこの、うん、チェーンというか、引っ掛けとかがついている、ぶら下がってる坂本さんの、ストラップなんですけども、はい、これが可愛らしい。かわ、超可愛いの、うん。だから、なんか、せいしくん、その黒のパーカーなんだけど、うん、ナノパーカー、ナノのねじ巻き、はいはい、パーカーは黒なんだけど、その黒のパーカー着て、パーカーの帽子、フードを頭にかぶって、うん、で、なんて言うんですかね、紐をキュッと縛って、まるで全身タイツかのような形になり、うん、胸元にそのストラップをぶら下げている状態なわけですよ。そうそうそう。つまり、はい、坂本のスタンドが後ろ、スタンドが後ろにいるってことです。ゴゴ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 っていつも立ってる。そうそうそう。そうそうそう。
まあまあまあね。こんな三人で愉快にお送りしていくとき。はい。あ、時差だめ。俺も感じてる。時差だめじゃないよ。しなのめ。千里制服着てるんだもん。だから仕方ないじゃあ、それではですね、まずはこちらのコーナーに行ってみたいと思います。あー、かわいい。ふつおたのコーナー。ふつおた。もうあれでしょ、コーナーさんもあの進める気すらないでしょ、最近。そんなことないよ。なんか言ってれば俺が進めるだろうって思ってるでしょ。そんなことない、そんなことない。本当ですか？ありがとう、ありがとう。はい。どういたしまして、はい。おい、時差ダメっぽいでしょ。どういうこと？え？誰の真似したんですか？どういうことですか？時差ダメっぽいってことは誰かの真似したんですか？真似じゃないけど、なんだっけ、うん、ありがとうのコーナー。あー。そんな投げやりに言ってましたっけ？あのコーナー。はい、それではですね、早速、お便りの方たくさん来ておりますので、はい、読んでいきたいなと思います。こちらはですね、静岡県にお住まいの、はい、ラジオネームギガさんからいただきました。ありがとうございます。この前、テストがありました。はい。僕はテスト開始の鐘が鳴り、総員、テスト開始。ブス。シャーペンの先に、親指を刺してしまい。はい、痛い。そのテストは、4分の1しか取れませんでした。勉強してなかったからこんな僕はいやでも本田塾入塾でしょうか、やっぱり人間じゃダメでしょうかということなんですけれども、来た本田塾、来ました本田塾、ついに人だよ人、いや、え、でも人に入ってるんですよ、二人目そうか、シークゲーだね、そうですね、二人目、これ入れましょうよ、もう人入れましょうとにかく人を入れましょう、オッケー、じゃあギガさん本田塾入塾です、おめでとうございます。でもさ、痛いよね、刺すとさ、痛いっすね、なんかさ、しかもさ、中に芯とかが残ったっぽくなるとさ、うん、黒くなってほくろみたいじゃん。そうなの。でも手にほくろできるといいよね。え？それはどういう結論だったの？手にほくろができるといいことがあるんです。そうなんだ。そう、はい、手にほくろがあるといいんだよ。俺、それで言うと、昔あの、膝に鉛筆を刺しちゃって。わー、膝も痛い。で、それで、ついちゃって、いまだに膝のところにね、その刺したところの、あの、黒い跡が確かにほくろみたいになってる。わー。小学生の頃に間違って。なんかね、これ跡つくよね。そうなんだ。鉛筆を落とそうとしたのを、短かったんだけど、それを取ろうとしたら、あの、押しちゃったの、逆に押すことになり、あーっていうと、痛い痛い痛い。授業中だったら立ち上がったもん、俺痛くて。そんな学生時代でしたね。かれこれもう20年ぐらい前になるんでしょうかね。言ってて悲しくなるからやーめた。やっぱ鉛筆のあのピッてやつ、ね、みんなありますよね。あるある。ピッ。そっか。ギャーってなるやつ。そっか。シャーペンある？俺あんまないんだよね、シャーペンで刺したこと。シャーペンもある。ありますよ。あるんだ。あるあります。逆刺しちゃったってこと。逆刺しちゃうってこと。そうなんだ。やるやる。あんま見てないんですよね、手元。あ、なるほどね。まあまあ、思い当たる人は、気をつけてください。気をつけましょう。ね、はい。まあまあ、4分の1だったのは、まあ次回ね。じゃあ頑張っていただいて。頑張って。はい。さあ、それではですね、続きましての方行ってみたいと思います。はい、ラジオネーム、はい、バルサミコスさんからいただきました。バルサミコス。本田さんが、可愛すぎて、辛いです。どうしたらいいでしょうかということなんですけれども、これはどういう。辛い、え、可愛すぎて辛いってのは心が辛いのか、心が辛いのか、それなんかあれですか、あの差し込み的な感じですか、なんか誰かがこうわざと作ってくれた的な、いや違うと思うよ、違うよ、まあまああの住所と氏名、あの電話番号書いてないからやっぱ違うよ、差し込みかもしれないけど、違うよ、スタッフがなんか気を利かしてスッと入れてそうそうかもしれない、いやでも分かんない、本当かもしれないじゃん、これはそう、可愛すぎて辛い、そうそう、まあとりあえずあのバルサミコさんはじゃあ、あのプロダクションエースアーテにファンネタを送っていただく、送ってあげるのが一番じゃないかなと、思いの丈を書いて、でもこれで送ってこないんですよ多分、もしくはこの番組で送ってくれてもいいよ、そう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 、それで私がこうなんか読んで読むのやめて、コノさんが多分面白おかしく読んでくれるから、違うよ違う、思いの丈を込めて読むよ、あ、なるほどね、ポエモチックにこう夏の、何さ、ポエモチック、ポエモチック、ポエモチック、ね、チックにこうなんていうのなんかさ、うん、人間ドラマみたいな感じ で、それ、それさ、持ってきて読まれたらさ、軽い罰ゲームみたいな感じ、やめましょう、やめましょう、ね、でもなんか、はい、ほら思いの丈をさ、うん、ぶつけてほしいじゃん、なるほどね、そうそういうね、そう、はいはい、面白がらないよ決して、もう半分顔が笑ってんだよ、もう半分どころじゃないの、全開ですよ顔が、ね、はい、さてさて、はい、続いてのお便りに行ってみたいなと思うんですけれども、はい、こちらはですね、はい、島根県でお住まいの、はい、ラジオネーム、ビタミン B1 靴下42195分か195足分配合さんからいただきました、うん、長い、間違えた、
ビタミン B1 靴下 42,195 足分配合さんからいただきました。ああ、なんかどこ間違ってんのかわかんないぐらいすごい。皆さん、生ぞめ生ぞめこの前、ある日常メンバーのブログを読み返していたところ、白石さんの坂本さんのコスプレを見つけました。それを見て、この人は人外コスプレができるほどの、強い心の持ち主であると気づきました。そこで、人外コスプレ僕を白石さんの弟子にしてください。ということなんですけれども。あ、来た。あ、じゃあ。これは白石塾ですかね。白石さんです。たまに来る。これ2人目ぐらいですね、白石塾。そうだね。人外コスプレって、もう今すでになんかちょっと、うん、そうですね。軽いね。実はこれパーカーなんですけど、今フードを完全に被ってるので、うん、あのね、暑いんだこれ実は。暑いんですか、ね、暑いよ。だって、フードを被った段階で、そのまあまあ、うん、ラジオのアフレコトリックできるようにヘッドフォンをつけてるから、うんうん、固定されてるわけですよ。うんうん、もうどんどんこもってきてるんだよ、これ、うん、熱が。じゃあ、やったーもっとこもってください。いや。そこで走る。なんで走る？なんか汗とかこうバーって。バーってどういうこと？バーって垂らせば。いやもう垂れそうになってるからね、すでにな、うん。垂れたらこうやってバッてかけるから。いやだー手に取って。逃げろまあまあそれはいいんですけれども。なるほどね。はいはい。やりましたね、人外コスプレ。うん、坂本さんの全身タイツに、ね。あのさ、ぶっちゃけさ、うん、今までいろんなコスプレとかいろんな風装とかしてきたと思うのよ、白石くん。はい。何が一番辛くて、何が一番お気に入り？何が一番、辛かったのは、自分がいつもやってる、はい、インディーズ系のバンドの、イベントがあるんですけど、それの司会をやるんですよ。はい、そうすると僕必ずコスプレをやるんですけど、まあ、一番辛かったのは、初音ミクのコスプレをした時に、それがですね、前が閉まらないんですよ。小さすぎて。で、だから初音ミクを着るんだけど、初音ミクってそのなんかね、ノースリというか、ないじゃないですか。で、ベストみたいなの着て、ネクタイなんだけど、それが、前がチャックなんだけど、閉まんないから、ベストみたいにこう着て、裸の状態で着て、で、ネクタイをそのまま首につけて、うわ変態そうそう、完全に乳首がこう、バーンと見えてる状態で。初音ミクに謝れ変態だ大丈夫、もうその場で謝ったから。あ、その場で。そうそう。まあまあ、その後結局なんかね、あれは、東宝っていう東宝プロジェクトのキャラクターの、やつをやったら、リボンが付けられず、最終的に、なんだ、ガムテープで地肌に貼るっていう作戦を作ったんだけど。痛い痛い。そうそうそう。すごい。あるある。お気に入りは？お気に入りはね、昔ね、キティガーランドっていうアニメがあったんですけど、それのね、ミヌルーズっていう役をやった時に、見ました、それ。あのね、助走する時に、パッドを入れるのね。パッドを入れたんだけど、このパッドが最初全然ちゃんとなかったもんだから、だって新聞紙を丸めて、作ったのよ。で、作ったんだけど、こうやってブラジャーも特にないもんだから、固定ができないから、どうするかっつったら、この、まあ、変な話ですけど、TKB の上にですね、ガムテープを貼り、そこにですね、その、ボール型の新聞紙を貼り、こう、おっぱいにするわけですよ。胸の形に。で、それで服着るんですけど、これがですね、その時はいいんですよ。終わった後が大変で、これ初めて知ったんですけど、TKB って汗をかかないんですね。ね、リンの周りは書いてるんですけど、リンそのものは全く書いてないから、剥がすときに、そこにはね、ダイレクトに痛みが発生するんですよ。いやー、痛いよー。イベントを何回かやったんですけど、その最中ずっとそれが何回か続いて、まあ、途中で作ってもらったんですけど、毎回それがお気に入り。毎回剥がすときに、ガーって言って。それがなんでお気に入りなんですか？なんかすごい大変だったから、すごいね、思い出に残ってた。ああ、頑張ったっていうことですね。心の中にね、あの時は大変だったなっていう、そうそう、思い出がね。そうそう。で、まあ、あのコスプレをやって以来、女性と待ち合わせするときに、あんまりイライラしないようにしようと思って。あ、女装してた。その時女装してたから、そのメイクとかもずっと自分でやってたんだけど、最初なかなかうまくいかなくて、本当に1時間とか、1時間半とかかかってて。その時は自分でメイクしてたやってたの、そうそうそう。テレコやってくれないの？うん、なるなる。で、その時は気合い入れすぎて、最終的にファンに、あれ本当に白石みのるかって気づかれなかったぐらいなのね。ちゃんとこうコンシーラーとかバーつけてやって。もう本格的にメイク。徹底的にやったらもう、メイク道具一式買ってきて。へー。そしたらやりすぎて誰にもわかんないっていうことになっちゃったから、あれなんだけど、そんな感じですかね。だから、こう、全身体質とか着るとちょっと落ち着くんだよね、なんかね。へー。なんかね、テンションが上がるんですよ。
あの格好で。あ、だから今日これでテンション上がったんですか。上がってきたかもしれないね。よかった。はい、なるほど。で、まああの彼には、ね、そうだね。そうだ。じゃあ君はあれだな。白石塾ニャジュニャジュということで。入った。入った。ぜひ。じゃあまずは入ったら何すればいいんですか。まずはそうですね、私服の下に全身タイツを着て、まあ一日活動という。学校もそれで登校ですか。もちろんさ、はい、そうそう、いつでもバッて脱いだらこう下にタイツがある感じ、ある状態で、うん、そうそう、ちょっと活動していけば大変だな。心もどんどん強くなってくる。そう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 強くなるよきっと。頑張る、頑張って頑張ってくれ。いつかはあれだね、網タイツの全身タイツが着れるくらいになるかもしれないね。それ多分でもあれはすごい。それ昔俺がやったやつじゃないの。やってましたね。ひどいやつじゃないですか。ひどかった。へえ。なんか本当に網全身タイツ着たら網の間から肉がこう出るんだ。ムチムチしてる。まあまあ今ほどじゃないけどね、うん、昔まで痩せてた頃ね、あれね。うん、なんか衣装候補の中に一個あって、はいはい、まあそれ着た時はなんかね、みんな絶叫してたよね、ギャーっつって。そうですね。全く日常の話を一つもしていないというこの。あ、そうですね、そうですね。ミラクルなラジオでございますけど。あ、私もほら、白石くんがコスプレすることは日常ですから。そうですね。そうだね。だんだん。日常行事です。もうそろそろだってあと葉っぱぐらいしかなくなってきた感じだからね。葉っぱ体ぐらいしか、もうないんじゃないかみたいな。それ以外は全部やったってことですか。でも大体もう、だって俺、公共の電波で TKB も出したりとかしてるし。なんか鬼やりました。あれだってだって、半裸に赤塗りだぞ。あれ以上のもんなんかねえよ、だからか。やりたいのってなんかあるの。やりたいの。あ、やりたいの。コスプレ。コスプレ。はい、あ、もう何でもいいですよ、ビジュアル系でも。いや、だから逆にもっとなんか正当な派のやつが、一回やってみたいよね。ロボットみたいな感じ。正当派じゃないです、それ。それ着ぐるみだろ。間違ってる。それはやりたいけど、俺も。それはそういうの。なんかヒーローって思ったら、ヒーロー。あ、で、行くぜとかやってみたいけど。ドラムみたいなのが、まあまあまあ、はい。そんな感じでございまして、リスナーの皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、なんですね、トラジオのメールフォームから送ってくださいね。ねえ。はい、というわけでございまして、ここで一曲聴いていただきたいと思います。こちらはですね、発売中の日常のキャラクターソング、その9より、桜井先生で、桜井先生のドキドキ生活指導。はい、お聞きいただし、いや、なんだかんだ。お聞きいただいたのは、発売中の日常のキャラクターソング、その9より桜井先生で、桜井先生のドキドキ生活指導でした。ちょうどなんかこの歌がさ、終わるとき、終わるときに、笹原くんっていう声が聞こえて。聞こえた。そうね。これはあの、キャラクターソングの中に入ってるセリフ的な、あれでしょうね。かわいかった。先生かわいい。まあまあ、その9はですね、あれなんですよね。曲が、まあ、キャラクターそのものも多めに入っ て、 て、ね、いろんな曲が入ってるので、うん、こうやってなんか皆さんの聞いてきたけど、うん、みんな雰囲気が全然違って面白い ね、 いね、でなんかねすごく盛りだくさんな感じ、うん、笹原の面白かったですね。全然違う感じで、ね、そうね、いい声すぎて笑うね。面白かっ
かった。はい、ではそんなこんなでございまして、続きましてはこのコーナーでございます。はい、ほんのだいだるほんのだいだるほんのだいだる。今日はそれどうすんの。このコーナーは本のタイトルだけ送ってきてもらって、そのタイトルだけでパーソナリティの私たちがどういう話かを決めつけるコーナーです。途中で心落ちて、ね、もうなんか声がちっちゃすぎてもう何を言ってるのかすらなんか伝わらない感じになってきましたけれども、なんか聞き取ってくれ、なんか聞き取ってくれ投げやりだな。はい、そんなわけでございまして、はい、本日もですね、本のタイトルとおりまして、ありがとうございます。朗読していきたいなと思います。お願いします。じゃあまずは順番決めましょうかね。先に順番決めちゃおう。先に決めよう。はい、はい、最初はグーじゃんけんほいスタート最初はグーじゃんけんほい最悪だ。1番2番3番です。ほほほほ、あ、じゃんけん強いな。そうですね、一番のこと多いですね。怖いな。はい、それではですね、早速いってみたいなと思います、はい、本日の本のタイトルはラジオネーム、鎌倉くんさんからいただきました。ありがとうございます。本のタイトル、ノルウェー産サーモンの一生。それでは早速いってみたいと思います。お聞きください。ノルウェー産サーモンの一生。俺の名前は鮭の一世。ちょっとかっこいい感じになりません。同じじゃねえか。でもちょっとかっこいい感じ。塩の一世。俺の名前は鮭の一世。しかも鮭出てないサーモンだね。ミドルネームは佐野。佐野一世。割と寒いところも強い。好物は熊の肉だ。熊の肉。サーモンなのに。サーモンなのに熊を食べる。どうぞ。逆だ。熊のカレーはうまい。熊カレー。缶詰の中に入っている。え？缶詰。まあそれは置いといて。置いといた。自己紹介じゃない。そんな僕は今ちょっと変わった仕事をしている。変わった仕事。缶詰のラベルを貼っている。工場で働いてるってこと？工場で。毎日流れてくる缶詰にラベルを貼る。時々変わった缶詰がやってくる。楽しい。まあそれも置いといて。置いとくんだ。結局なんだ。なんだったんだ。僕は結婚したいと思っている。バカだな。まず全然話が。婿養子に入りたい。婿養子。缶詰工場やめたいんだ。え、楽しいんじゃなかった。楽しいとか言ってたけど、寿大社から。そうです。とりあえず男なんですよね。やめたい。男のはずだよ。それで今ちょっと好きな女の子がいる。どうぞ。嘘でしょ。あいつ投げやがった。好きな女の子の名前は、好きな女の子の名前は熊野美代子。熊野美代子。僕は熊を食べるのに、好きな女の子は捕食する方に。どうしたらいいのか今考えている。僕の餌は彼女だ。そして彼女は好き。やった食べた。餌になった。トワイライトみたい。どうしたらいいんだ。僕と彼女は結ばれない運命。そういうことなのか。僕はずっと
悩んだ。あくる日も、あくる日も悩んだ。来る日もじゃないんだ。あくる日も。悩み続けた。あくる日も、あくる日も。武田鉄矢みたいな。クマって何なんだろう。クマはなぜあんなに美味しいんだろう。でも彼女は可愛い。そして僕はある日一つの決断を決めた。僕、鮭の佐野一世。僕は彼女に一大決心をして。ルパン三世みたいな人、僕は美代子に結婚してくれと言った。このダミ声は生来のものだ。生まれついてのものだからなかなか難しい。だが美代子は言った。無理よ。だってあなた鮭じゃない、鮭じゃない、鮭じゃない。正論だった。まさにその通りだ。僕はいっそのことこの思いのままに美代子を食べてしまおうかと思ったりもしたが、しかしそんなことでは男が廃ると思い、もういっそ旅に出た方がいいんじゃないかと。旅出た、旅出た、あ、また来た。まあ思ったが、思ったが、思ったのだが、しかしそれだと芸がない。思いとどまった。そんなこんなで、そんなこんなで、僕は普通に、そんなこんなでって多いですよね。まあそんなこんなで、まあそんなこんなで、僕は普通に鮭と結婚した。ええ、熊野美代子のことはすっぱりと諦め、ノルウェー産のサーモンであるジョセフィーヌと僕は結婚した。ノルウェー同士。ジョセフィーヌはいい鮭だった。いい産卵ぶりだった。いくらが、そこはサーモンの悲しいから、産卵が終わるとジョセフィーヌは死んでしまった。そうなんだ。そっか、そうだ。おそらく僕の命ももうすぐ尽きてしまうだろう。これがサーモンの運命なのか。こんなことならいっそ思いのままに美代子を食べてしまった方が良かったんじゃないかと。そんなことが僕の中で走馬灯のように思い浮かんでくる。いっぱい浮かんでくる。もう死ぬんだ。楽しかったこと、辛かったこと、生温かかったこと、さまざまな思い出が巡りつつ、僕はそっと瞳を閉じ、一生終わる、この僕の人生がまた次の世代に受け継がれる。幕を閉じた。次の世代はもっとちゃんと自由に恋愛できたらいいなと思い、僕は僕の名前が、僕の名字がやっぱり坂本だったらよかったのになと思いながら死んでいくのであった。終わり。どういうこと、どういうこと。リスナーの皆さんからのお便りご視聴してください。お便りはランツネットラジオのメールフォームから送ってくださいね。なんかテンパリオが台本をごちゃごちゃこう盛り始めたところから感じ始めたよ。さあ番組もそろそろ終わりになりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。盛り上げられてます。いやいや、確かにね、これはね、僕も悪いと思うの、僕も悪いと思うんだけど、これをね率先して押してきた人間が一人いるんですよ。
これいいねって言ってて、まあ、で出してきた結果があれですよ、はいはい、そうです、ね、しかもあのただ時間を無駄に使っただけであまりまあでも予想ど広がりすらしないという、ね、予想通りの展開ではありました。あのなんちゃって女子高生は結構評価しましたおいおい ちなみに私はあの前にさ前回さ、うん、塩の一世というのだ、はい、だからさっきの一世って言いたかっただけなのということらしいですそろそろやっぱりあれですね、あの本のタイトルをそろそろコマさんに選ばれるのはやめた方がいいんじゃないかなっていう気が。だってじゃんけん強いんでしょ。いやいや、あのもうメールを選ばせるのやめた方がいいかもしれないね、ちょっとね。そっか、内容、うん、おいしそうこれすごい、なんか絶対次勝とう、もう次本当に勝ちたい、もうそろそろ勝てないんですよ、これ満足感いっぱいね。こいつそろそろ、こいつをそろそろあのラストに回してやりたいあ、でも今野さんラスト1回くらいしか勝てない。そうなのよ、この人ダメなのよ。わーちゃん、じゃんけん強い運の女なんかラストまた来てくださいよ。なんかさっきあれですね、なんかちょっと弾け出しましたね、なんかね。あ、今日制服着てるから。あ、そうなんですなんかだんだん、あ、今あの今野さん頭にイチゴのパッチンしてるんですよ、かわいい。かあの顔をさ作る、うん、顔作る時あの顔作る時ね、はい、そうね、ガシャガシャンってね、ガシャガシャンって作る時に、うん、あの前髪邪魔なんで乙女用に、乙女用、ね、イチゴパッチン、はい、どうか。まあまあそんなことでございまして、はい、皆さんまたぜひぜひ、ビールの福岡、そして本のタイトル、そして番組の感想ですね、メールの送っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では皆さん、また次回お会いいたしましょう。お相手は博士役の本の広美だ、あがゆうゆう子役の本田舞子と、坂本さん役白石みどるでした。一応まとまったね。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。まとまったのかな。終わります。まもなく始まります。この番組は東雲研究所の制作でお送りします。はい、始まりました。日常のラジオ時定め高校にナノが来たという事実は例によって判明されていくのかは、これから解明されるかもしれない、かもしれないかもへん。スラマパリーなんだこの長い台、字すごいちっちゃいの。だいぶびっくりした。これ何書いてあるの？何書いてあるぞ。何書いてあるぞこれ。なんだ。注意書きみたいな。はい。はい。こんなこんなで始まりました。はい。好きなおでんの具はちくわぶ。長野原美代役の相沢舞です。はい。好きなおでんの具は、もち巾着。まあ言ったかもしれないけど、東雲なの役古谷静香です。はい。そして好きなおでんの具は昆布。いつもクールな田舎見舞役の戸橋美鈴です。はい、はい、以上この3人で番組を進行していきます。よろしくお願いします、はい、お願いします。なんかこうらしさが出てるね。そうですね、具にね、うん、なんか可愛いですね、2人、うん、だってさっき戸橋さん、あのこの収録前に昆布食べてましたよねおでんじゃないけど、だってさ昆布とさ、あと昆布プロセスチーズ食べてんだよ、作業であの、うん、あれだよ、6ピースでしょ。そうです、丸いやつですよね。美味しいですよね、初めて見ましたよね。パサって出してさ、うん、プロセスチーズ食べてる初めて見た。なんかもう食べたいものは、うん、もう衝動に任せて買ってきた。そうなの、だってあれ用冷蔵でしょ。あれ用冷蔵どうすんの。そうだよ、この後どうするんですか。え、寒いから、寒いから寒いから外出しとくみたいな。じゃあそこに置いてあるチーズで混ぜてくださいみたいな。それ私のです。それ手話です。すいません。あ、でも昆布美味しいよね。昆布美味しいんですよ。なんかでも、コンビニで売ってるおでんがすごい好きで、うん、なんか最近まではそんな意識してなかったんです、昆布の存在を。昆布は意識してなかった。そんな意識してなかったんですけど、一回買って食べたら、うん、あ、これ出汁じゃねえんだみたいな。あー、そうだよね。あれだけちょっと甘く煮てあるよね。そうなんですよ。いい出汁も出汁の主役でもあるという。今、ダジャレ言った？え？あれ、私無意識になんか、
無意識つぶ。え、だし？だしを出しつつ。なるほど、だしつつも。無意識。あ、無意識に。無意識か。とうとうなんか小さいおじさんにどんどん結構侵略こう。ちょっと出てる感じの。結構出てきましたね。ずいずい出てきました。でもそれがいいっていう人は結構。ね。うん。え、うん、親父の部分がいるんだよ。そうこれがそう、これがいいっていう人いるの？いるんだ、これが。これいるんだ。そうなの、うん、みんなちょっと、物好きだね。ちょっと嬉しそう。まんざら。まんざらな。すいませんね。餅巾着ってさ、はい、中に具が入ってんのと入ってないのあるじゃん。え、具が入ってるの？え、鶏肉とか。え、知らない。え、あれ？お餅の中にだけじゃないんですか？お餅の中に鶏肉とか、いろいろ具が入ってるのと、あと餅だけ。え、普通にスーパーとかで売ってるやつとかですか？ね、セブンイレブンの言っちゃったのは、なんか具が入ってた気がするんだけど。そうなんだ。餅巾着食べないんだ。今度買ってみよう。食べたくなる。あるんですね、コンビニの具とかで、餅巾着っていうのが。うん、あるよ。知らなかった。おでんの具で。あるよ。普通に実家のおでんでしか食べたことなかったんで、うち特有のかなってちょっと思ってたんだけど、なんでみんな知ってるのかなとも思いつつ。あるある、あるあるある。でだってアニメにもなってる。あ、そっか。じゃあ今度セブンイレブンさんで、セブンイレブンさんで、ぜひ具入りの。そう、グイグリグイグイグリ。萌様がちくわぶですね。ちくわぶだけど、今考えると白滝の方が好きな気がして。ちくわぶ今どういうことなのって思ってる。あ、ちょっとみたいな。来たと思ったのに。ぬか喜び。ぬか喜び。かわいそう。ちくわぶ私こっち来るまで食べたことなかったんです。そうだよね。これ関東特有なんでしょ、うん、そうらしいですよ。うん。らしいよ。あ、だから北海道なかったのか。うん、そうです、そうです。だから私もまだ、未だに食べたことなくて、食べよう食べようと思ってるんですけど、そうなんですよ。美味しいですよね。もちもちしてて。うん、そう、なんか。でもあれ何でできてんだか未だによくわかんない。私もわかんないです。もちもちかまぼこみたいな感じではない。もっともっちもちしてます。ね、何に近いんですかね。水筒に。ああ、なんか確かに。出たな、そういえば前も。近い。どんな感じって言ったら。前も同じ話した。なんか、おでんの具の話を、東雲研究所でやってる時に確かして。うん、ああ。で、コノさんだったっけ、あれ誰かが確かなんかちくわぶがなんちゃらかんちゃらって、おっしゃってたんで。ちくわぶ。食べたことなかった。お、食べたな。食べました？こう食べた。おしどうでしたか？もちゃもちゃする。もちゃもちゃ。やっぱもちゃもちゃする。もちゃもちゃする。で間違ってないです。もちゃもちゃします。もちゃもちゃ。もちゃもちゃしてます。ちょっといいですか？はい、おでんの具で、だし巻き卵あるの知ってる？え、知らないよ。知らない。卵？あれ知らないですか？卵入れんの？美味しいんですよ。すごい。どういうこと？どういうこと？え、あ、卵にだしがいっぱいだよ。そう、あれはだし巻き卵。そう、違う感じのだし巻き。だし巻き卵がさらにだしに使ってるってことね。そうです、そうです。明石焼きみたいじゃん。明石焼き？明石焼き。たこ焼き語？だしにってこと？あれ？明石焼きってもっと卵っぽい。ああ。そう、だし巻き卵が入ってるんですよ。コンビニに売ってるんですよ、普通に。どこの？それこそ、セブンイレブンさんですよ。そうなんだ。あるってことないとこがあって。そうです、そうです。刺し巻き卵。すごい美味しい。そうですね。今度、もっち巾着と、ちくわぶと、その卵。買いに行こう。大根涙目って感じ。これ王道なのに、みたいな。俺は、これも買って。ぜひぜひ。買って食べてみてください。お腹が減りましたね。というわけで、普通歌いきましょうか。はい。はい。お願いします。お願いします。まいちゃん、まいちゃん、お願いします。お願いします。これ。何ですか？ラジオネーム。さんからいただきました。ありがとうございます。これ今のがラジオネームなんだよね。そうなんですよ。始まってたんだ。どうしたんだろうと思った、今。時定めの皆様、おはこんばんちわっしょい。おはこんばんちわっしょい。すごいね。ハイテンションだね、この人。すごい。どうだろう、楽しい人ですね。うん、楽しい、先日、スーパーのお刺身コーナーで、母が、アジオって魚知ってる？と聞いてきたので、え、アジじゃなくて？とラベルを見たら、味を刺身と書いてありました。母は
これは味お刺身でなく味お刺身なのでは。ああ。母はバカだな。あ、なるほどね。味、終わりです。味お刺身が味お刺身って呼んでたっていうことか。でも味おって魚なかったっけ。味お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 って味こおじさんなら知ってるけど、味おさん、うん、味おさん、なんでこれ今流れてたの。知ってますか。俺味お、味お知らないです。味お知らない。味お知らない。美味しいよってやつなら知ってますけど、味おね、味おね、味お。こんなさんが照れております。あ、すいません、うちの代表が、すいません。え、でも、私、あの、おじさんなら知ってますよ。あ、おじさん。おじさん、でも、おばさんもいるんじゃなかった。おばさんもいる。おばさんだっけ。鈴木さんとかもいますよね。おばさん。鈴木さんは鈴木じゃなくて。鈴木は鈴木なんですけど。え、お魚。魚。あれ、おばさんいなかったですっけ。いたっけ、わかんない。おじさんはいる。なんか、おじさんいるんですよ。ええー、うん。なんか、ここにヒゲ、え、わかんない。どういうお魚かはわかんないです。本当に。ヒゲ生えてるみたいに。おっさんっぽいから見える魚がいて、それはおじさん。おじさん、今晩、おじさん食べるんで。あ、食べれるのかな。あれ、おじさん食べれるのかな。じゃあ、今晩はおじさんで。いや、おばさんでしょ。おばさん。どっちでもいいわ。どっちでも。どっちでも。でも、可愛いですね。うん、かわいい。お母さんとかってこういう、なんて、うっかり、ありますよね。ありますよね。なんだっけ、名前。なんだっけ。あれ、なんだっけ、忘れちゃったの。忘れちゃったの。いなり寿司でなんかあったんだけど、忘れちゃった。あららららら。え、いなり寿司で、ボケるの。面白い話。危険じゃないの。ボケ。面白い話があったんですけど、うん、忘れちゃいましたね。あ、じゃあ思い出したらぜひ。うん。はい、では次のメール行きましょうかね。行きましょうか。ラジオネーム、ナインスさん。あら、ありがとうございます。あら。あら、ナインスさんが送ってきました。ありがとうございます。相沢さん、富樫さん、古谷さん。いいかな。すいません。気づくの。あの、名人読んでもいいかな。あの、すいません。お願いいたします。スラマッパギー。スラマッパギー。日常では作中に様々なカップルが、まあほとんどがフラグの段階ですから、未来のカップルがいますよね。ほうほう。そこで気になったのですが、皆さんはどの男女の組み合わせが好きですか、教えてください。あ、別に同性でもいいですよ、という。どのカップリングが。でも意外と多いんですよね。日常は。うん、あそこもそうだもんね。ん？ん？あれ？中之条が好きなのはフェッちゃんとウェボシーです。ウェボシーが中之条。うん。あ、そうだ。でも、頭買っちゃった。ただ、そう、買っちゃったら。で、魅力ねーってなっちゃって。なんてかわいそうだ。うん。王道はやっぱ、ミサトと笹原先輩で、桜井先生と、高崎先生。私、私あれです。ナノと中村先生。あー。大プッシュしたいです。いいねー。古谷だったら全然いいんですけどね。どういうこと？古谷だったら全然 OK なんですけど、中村先生ね。中村先生いいよね。なのはね。多分前からね、ずっと言ってたのなんか、女でもいいなって。かっこいいじゃないですか。中村先生と高崎先生も好きです。あ、いいよね。中村先生が乙女みたいな、顔赤くなったりするのはあるかもしれないですよね。わかんない。うん、わかんない。どうなるか。桜井先生が鈍感すぎて。もしかしたらそっちにこう。あれもなかなか可愛いんじゃないか。あ、でも一番王道なのって実は囲碁サッカーなんですかね。ああ、そうだね。あそこがね。だってもうね、ねえ。ねえ、もう、もう、ねえ、二人の楽園ですもんね、あそこは。あそこね、二人しかいないパラダイスでも。そうですね。あれも好きなの、名前出てこない、あの、どら焼きの人。あ、田中！うん、田中と、田中。田中と中之条。ああ出た。あそこいいよね。あそこいいですか。いい笑顔です。七巻のね、原作だとさ、すごいじゃん。そうですね。二人さ、もうラブラブだよね。よろしい子って。あれは友情。友情。友情上々な感じ。それ以上のものもあるかもわからんですね。想像しがたい。想像しがたい。どうなんだろうね。薄い本とか出てんのかな。あんま出てなさそうだよね。そうなんですかね。
出てるのかな。でもありますよね、きっと。うーん、あるとは思うんですよ。あるかね。結構送ってきてくれたりしない？書いてる人ないな。送ってきてくれるんですか？そう。事務所にね、いろんな本送ってきて。連絡来るんですか？相沢さん、ね、薄い本届いてますよって。そんな激しいのはないけど。健全寄りな感じの、イチャイチャくらいの。そうそう、いい本はね。送ってきてくれたりする。でも、もしあったら送ってほしいですよね。本当ですね。なんか、なかなか見つけられないから、そういうのって、ね。そうだよね。うん、見てみたい気はします。相沢先生がきっと、相沢先生、これはいいよとか。帯書いてくれる。公認。相沢先生公認。ね、帯ね。帯書きたいな。エッセイとかついてた。いつの間にかコメント。はい、じゃあこれ次シーポお願いします。はい。ラジオネーム、馬さんからいただきました。馬。馬。馬から来た。皆さん、スラマーパギー。スラマーパギー。アニメも終わってしまう。もう、このラジオだけになってしまいました。うん。うん、あ、違うな。アニメも終わってしまい、もうこのラジオになって。あれ違う。しっかり。シーボ短めのメール渡してんだよ、私。違う。気遣って。すいません、すいません。いきますね。はい。アニメも終わってしまい、もうこのラジオだけになってしまいました。うん。うん、さて、うん、本題に入ります。はい。うん、以前ラジオで、つるつる一杯の意味は、何か皆さんは答えていましたね。うん、そうだね、うん。つるつる一杯の本当の意味は確かコップ一杯という意味だったと思います。ほう。本当にこの意味だったかどうかわかりません。だそうです。ほう。ってことは我々は、うん、違うの？コップ一杯の。コップ一杯の？200ミリリットルぐらいで。そうですね。コップ一杯、そうですね。コップ一杯で表すんですか？片乳100ミリリットルぐらい。このちっちゃいペットボトルでも350ミリ。本当に？もうちょっとあるかな。違う。もうちょっとある。え？そうですそうです。な。え、これ片乳ですか？片乳。片おっぱい。片おっぱいが。でも片おっぱい200ミリリットルもないね。ないですよね。結構タワワですもんね。そう、なっちゃう。2、300になっちゃいますと。ってことは、分割した感じ。分割した感じ。本当に合わせて一杯。あー。じゃあ、100ml だよ。じゃあ、そのまんまなんですね、この意味。このコップ一杯分。コップ一杯分。私たちコップ一杯分です。今まで、何も知らずに、私たち、つるつる一杯です。言ってきてしまったよ。言ってきてしまいましたね。悲しいね。真実はね。闇の中でも良かったかもしれない。悲しいね。悲しくなってきちゃった。はい、そんな悲しい、事実もお待ちしております。リスナーの皆さんからのお便りどしどしお寄せください。お便りはランティスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。続きましては男塾合格で上級のコーナーです。言えてないじゃない。このコーナーはよくわからない事情に対してパーソナリティの私たちが入塾か否かを判定するコーナーです。だんだんなんか本当にあの名人、名人のせいで今リテイクかかってるんですよ。すいません、ゲームやっちゃいました。これ2回目ですからね、実はこのタイトルコーデ、はい、NG が出ました。女の子だからね、やりすぎた感じの。すいません。じゃあ早速名人から読んでいきます。はい、行きますね。はい、ラジオネーム、自家のハンバーグランチ。自家、高そう。皆さん、こんにちは。こんにちは。あ、普通。久しぶりに言った。本当ですね。ラジオ、いつも楽しく聞かせていただいてます。うん、ありがとうございます。僕は友人と一緒にいる際、大体ツッコミ役に回ることが多いんですが、みおちゃんのツッコミのスキルには感服しました。うん。泣いて馬謖を切れよ。びっくりした。悪魔の罠だよ。続きましてなど多くの名言心に響きました。耳にも響きました。すいません。まだまだ未熟な僕ですが、もしよろしければ
萌え部に入部させてください。おっと。うん。萌え部。なるほど。はい。相沢さんのなんかすごいその力をぜひ学ばせてください。いつもありがとうございます。これからも頑張ってください。ざっくり。もう。はい。え、部、はい、なんか前も。ありましたね。ありましたね。うん。いきます。萌え部じゃねえよいただきました。いただきました。もう満足なんじゃないでしょうか。満足なんじゃないでしょうか。これだけでも。萌え部だよ。萌え部ですか。なんか来ますよね、萌え部。そう、なんかね、いっぱい来るの、萌え部。そう、萌え部って来ますよね。萌え部ですからね。うん。そうだよ、萌える部じゃないよ。じゃないんだよ。萌えの部だよ。ちょっとちょっと。ちょっと。萌えのとこに丸してありますから。あ、いうえでね。メールアドレスが書いてある。ちょっとやめてくださいね。Y。Y。やめてダメですよ。メール送っちゃダメですよ、お坊様。萌え部だよって。絶対にダメです。ダメですよ。はい。そんな。はい。何でしたっけ？これは、今ので終わりでいいんじゃないの？あ、よー、今ので終わり。あ、まあ、ないですからね。萌え部はね。じゃあ次ないよ。はい。萌え部ないよ。もっともです。じゃあ次、皆様お願いします。あら、これはじゃあ、メッセージから読もうかな。時定の皆さん、スラマッパギー。スラマッパギー。いつもマッパで拝聴してます。服着て、うん、わあ。私は毎週某アニメで、富樫さんのパンツ、もとい、富樫さんが演じられているキャラのパンツを楽しみにしています。あこんな男、ある、あ、こんなある意味で男気あふれる私は男塾合格でしょうか。よろしくお願いいたします。この某アニメはガッシュも出てる。ガッシュも出てるじゃない。シボも出てる。はい。シボもガッシュも出てますね。パンツ。これ、ラジオネームがですね、ミスズのパンツがフライアウェイさんからいただきました。これだうん、どうしますか、うん、でもさ、これ男塾なんだね。そうなんですよね。ここまで言っててさ、ミスズ、この人はもしかしたらこっちの某アニメは好きで、うん、こっちはあんまりラジオ聞いたことないんじゃないもしかして日常も見たことないかもしれない普通に男塾合格でしょうか。ラジオネームねえ。もう一回言う、ね、いいですよ。ミスズのパンツがフライアウェイさん。フライアウェイしない。帰ってきて、パンツ。帰ってきて。ミスズのパンツ、今すぐ帰ってきて。寒いから。寒いから帰ってきて。いいじゃん、なんか主題歌みたいに。主題歌みたいな。もう、まさか、デビューシングルディスられると思う。本当ですよね。素敵な歌ですよ、ね。でも思い切ったと思います。はい。うん、よくよく考えるとレコード会社は違う。うん、まあ。もういろいろアウトだ。アウトだよ。いろいろアウトだよ。まあ思い切ったということで、じゃあ、はいはい、この、久しぶりの男塾。そうですね。ね。じゃあ、このラジオネーム、ミスズのパンツがフライアウェイさんは、男塾。合格おめでとう。なんか腑に落ちないけど、まあいいか。おめでとうございますよ。はい。じゃあ、最後の一枚読みますね。はい。ラジオネーム、エビセさんからいただきました。うん、ありがとうございます。相沢さん、富樫さん、古谷さん、スラマッパジー。スラマッパジー。この間、8月7日の誕生日に iPod Nano を買ってもらったものです。ああ。うん、そうなんです。この誕生日が一緒の方でした。まさか、あんなにフリアさんに叱られてしまうと思っておりませんでしたので。そうです、そうです。はいはいはい。キャラソン CD 買ってきました。おお、買った。ここから大事ですよ。はい。マイペース。とっても声が可愛いですね。なんで早速、iPod などに入れて、ヘビロテ、第4。おかしいよ。フリア同士に注文できますでしょうか。裏口でもいいです。できねえよ。PS、本当は買ってきてますよ。あ、本当？ミオのカプってカプってもう一度ね。ゆうこ、本当にバカだなーに、ほっこりとします。ありがとう。転がされてんの、なんか。これは、シーボンの CD 買ってきたら、フレア道場に入れるって言ってた人。うん、そうですね。うん。もう入る気ないでしょ、だって。すごい攻撃的だよ、どうする？なんかすごい喧嘩売られてる。よ、決めて。そんなできるわけないでしょ。ちゃんと買って。あいつまた考えなしにしゃべってるぞ、あれねえ。はい、じゃあ、はい、そんなね、前も言ったよね。今日前続けてるクレイ道場に入門できるようなお便りもどしどしお寄せください、はい、お便りはランチスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。お待ちしてます。はい、ここで曲紹介ですよ。はい、行っちゃいますよ。
日常 DVD ブルーレイ特典第4巻特典 CD よりヒャダインでミオのかぶってかぶって燃えちぎれヒャダインバージョン聞いてください。バカやめてくれ、すかした地頃野郎、僕はお前なんか好きなわけないだろう、もっとそばに来いよ、かわいいやんちゃ坊主、まるで提灯なんこ愛に溺れてく。頭ね、秘密の花園、やっぱこれが本当の愛だな、もっともっと激しく強く言語用紙進もう進もう、やっべえこんな時間、学校モードに変換変換、中野原美桜属性通常ノーマル女子高生、バレるわけにいかない、理解はされない、君の何もかも全て失う、だけどダメダメやめられない、燃えちぎる男たち、何万ものより一次元、美しき愛の世界、メカネシス式地球、先輩後輩これは絶対に隠さなきゃ、 BL? ベコンレタス、何のことかわかんない、今夢中なのは韓流ドラマ、何あれ笹原先輩中野城後グランで喋ってる、なんかすごいだけだぞ、うわぶひれる、はい、聞いていただきました。最後何て言ったんだろう、ぶひれる、ぶひれる、ぶひれる、ぶひって言った、ぶひって言った今ね、ね、すごい面白かったね。面白かったですね。なんかすごい楽しそう。うん、これデュエットしたいわ。これもしてるじゃないですか。これを二人で叫び歌うみたいな。喉崩壊ですね。喉崩壊だよね。みんなヘドバンだよ。お客さんも。いやー面白かった。いやすごいですね、うん。こんなに変わるんだ。ね、本当ですね。面白かった。面白かった。では次のコーナー行きましょうかね。はい。はい、そして次のコーナーは感謝のコーナーです。はい、このコーナーはどん底にあった時にこそ迷う向こうのコーナーです。メイジンちゃんと喋ってください。はい、すみません。先日 MP3 でミオのかぶってかぶって燃えちぎれをエンドレスリピートで聞いていた時の話です。お、あ、今のですね。そうですね。しばらく聞きながら買い物をして帰宅すると、なんと MP3 がバッテリー切れで止まっていたのです。うん、で帰宅した時まで流れていたはず、いつ切れたのかわかりませんが、どうやら止まった後も脳内で再生されていたようです。お、脳内再生されるほど素敵な歌と、そんな歌を歌ってくれた相澤さんにありがとう。うん、でも意外とあるよね。こうさ、ずっとさ、あります、曲聴いてたらさ、うんうん、え？何？頭ですか？え、頭？
シーもなんか、頭の、あのね、右側と上側、耳上が、ヘッドホンでさ、なんか頭がさ、もうじゃもじゃってなっちゃう。今、爆発してる。アホの子みたいな。ありますよね、とか言って、ボーンって爆発してごめん、ごめんなさいね。ラジオじゃ伝わんないよね。シーコの顔が面白いとか。もう鼻毛出てんのかと思っちゃった。こんな距離じゃ見えないよ。結構遠いんだよね、シーコ。第3次。大丈夫ですね。まあ、あるよねっていう横ですね。横の、聞いてたけど、いつの間にか止まってた。でも結構激しい曲なのに。うん。ね。うん。こう、プって途中で切れた時気づかなかったんだね、きっと。あ、止まってたっていう感じ、うん、でもありますよ。うん。ヒャダインさんの曲、ほんと中毒性がすご。うん、あ、ポスターが。ポスターが。違うな、何ガコって落ちたよね、今。ズコーって。ヒャダン、もう、ありますよね。中毒性がね。ありますよね。中毒性があるんですよね。うん、だから聞いてても本当にずっと頭に残ってて。うん。すごい友情とかもずっと。まあ、どこが、エンドレスリピートだと、どこが曲の切れ目かよくわかんない。ああ、それわかります、うん、そうなんですよね。うん、あれまた戻ってるっていう。うん、そうだね。そうだね。すごい、すごいそっけない合図って言っちゃった。今これ誰にありがとうだったっけと思ってメール読み返したら、そうだね。そうだね。あれ私にだよ。相沢さんにありがとうって言ってもらったら、ありがとうございます。じゃあ、私からじゃあ、そんなね、すごくね、ビッチャーさんにありがとうって言うよ。はい。はい。そんな、総研ビチャビチャビチャさんに、ありがとう。違う、手を出しちゃった。ぐずぐず。ひどい。いいかな、はい、じゃあ次、次行こうかな。いいかな、はい、次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 、はい、次行きますね。うん、じゃあ、そのまま読んじゃいます。うん、はい。イグル、さ、な、71かな今、ちょっと読んであげて。英語にしようか迷ったんですけど。なんで書いてあるのでも71。うん。イグル71って書いてます。あ、そうなんだ。あの、セブンティーンワンとかかなって思ったんですけど。じゃあそっちの方がかっこいいからそっちでじゃあ。イグルセブンティーンワンから。セブンティーンワンって。今、さん付け忘れちゃった。すいません。時定め高校にナノが来たよ編の皆さん、スラマッパギースラマッパギー。先日、友人と電車に乗った時のことです。うんうん、椅子が空いたので、二人で座ったところ、椅子が空いたので、二人で座ったところ、あの子どうした？ついつい話が盛り上がってしまい、危うく目的の駅で降り損ないそうになりました。慌てて電車を降りると、後ろから財布落としましたよとの声が。確認してみると、友人の財布でした。わずかな停車時間の間に気づいて声をかけてくれたメガネのお兄さん。本当にありがとうございました。感謝。で、指針的追記がありますね。できましたら、富樫さんに読んでいただきたいと思います。感謝というフレーズがお気に入りなようなので、かっこ笑い。すいません、フリアが読みました。乗ってた電車は山手線だったのですが、都会にも親切な人はいるもんだなと、ちょっと感謝しました。うん。はい。うん、ということです。いい話だな。いい話だな。いい話だな。ねえ、うん、ねえテンションで乗り切ろうとした今お母さんみたいになってねえいい話ねえってそうでも今日あったんですんこのラジオの収録に来る前に、うんうん、電車の中であのカバンにつけてたパンダのストラップを落としちゃってたみたいで、うんうん、後ろにいたあのおば様が、うん、落としましたよって言ってくださってありがとうございますってうん本当に似てるこのお便りが来てたんで思わず選ばせていただきました。うん。うん、いい人いるもんだ。いい人いるよ、うん。捨てたもんじゃない。そんな？イグル、セブンティーンワンさん。うん。うん。に。せーの。感謝さー揃ったーよかったー全然バラバラだ。リスナーの皆さん、ここから皆さんからのお便り、どしどしお寄せください。お便りは、ランチスネットラジオのメールフォームから送ってください。お待ちしております。さて、番組もそろそろ終わりとなりましたよ。終わりしまいましたね。どうしたの、シーコ？何で泣いたの？なんかの振りじゃないの。いや、大丈夫ですよ。はい。少々鼻水が出るなと思う。結構、寒いのかな
でも最近寒いですからね。ね、本当そうだよね。冷え込んできてね。でも遅かった方ですよね、寒くなったのも。うん、結構暖かい日続きました。そうですね。花粉は平気かい？みんな。平気です。平気ですけど、ちょっと去年から兆候が出始めてます。ああ。だからちょっと怖い。あら、秋花粉ですか？私は秋から春。長め。そうですよね。なんか秋もあるって聞いてびっくりしたんですよ。あるんですね。今んとこまだ大丈夫。本当？二人とも大丈夫なの？大丈夫です。あの来るときは言ってね。両手を広げました。ようこそーって。ようこそー。いつも言ってください。これもう。エクサル現地。恐怖。何今普通に。そこ拾ったんだ。皆さんもじゃあ気をつけてください。はい、というわけで私が、はい、締めは私か。そうです。はい、それでは皆さんまた次回お会いしましょう。お相手は長野原美代役相澤舞と、はい、東雲奈々役古谷静香と、水上舞役富樫美鈴でした。スラダンバラム、お前にやった。この番組は東雲研究所の制作でお送りしました。終わります。